はい、どうも、トクデベース。それ、今回はですね、チャプター4のシーズン4にも対応している、終盤の練習ができる紙マップがね、何度最近出たんですけど、はい、それがこちらですね。はい、ブーガーズエンドゲーム。昔流行った、ブーガーアリーナみたいな感じのやつが、なんとクリエイティブでもできるっていう、そういう感じですね。結構これね、最近できたにも変わらず、3.6K っていうね、結構なんか流行ってるんですよ、最近、世界では。ということで、このマップが、どういう感じなのか、紹介したいと思います。なんとですね、最初ここに待機されます。はい、でこのマップですね、全部で確か4つかな、4つのマップでやるみたいですね。なのでずっと同じマップでは練習しないっていうね、そういう感じになってるんで飽きないっていうのがいいですね。で最初降りたら、まあこうやってね、まあ普通に、まあ、ブッシュの中入っとくか、こんな感じで待機しておくんですけど、まあ、待機しなくてもいいか、ちょあれ撃っとく。これ最大32人まで入れるんで、まあ、人数が多ければめちゃめちゃ面白くなるっていう感じですね。ということで、じゃあ、普通にじゃあ攻めますか、これは。普通にね。あ、さよなら、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 あ、さよなら。という感じで、今シーズンのロケットラムの終盤が楽しめるっていうね、そういう感じのマップになってます。これストームの位置とかもランダムだから、めちゃめちゃね、移動の練習とかもできるんですよ、ソロで。なので今シーズンの終盤の練習がしたいっていう方はね、このマップね、めちゃめちゃね、いいと思います。他の方は、この方をうまい、いやー、やられてた。そうで、右側にスコアがあって、で武器とかも本当にちゃんと今シーズンの武器、シーズン4の武器でやるっていう感じですね。おお相手のエムがいい。おお、勝っていくっていう感じで、最後の一人になるとなんかこんな感じにね、なんか表彰台みたいな感じに立たされます。で、新しいマップになります。あ、これ今30人いますね。はい、どんどん増えました。ちょっと一回こっからじゃあ普通にやりますか。普通にじゃあ最後までどんな感じなのか。今30人なんで、おう、ヘビショもね、あるんですよ。だからヘビショもね、結構注意しないといけない。狙う場所がない。そう、もう18人しかいないけど、というかもう早めにもう移動しようか。オッケー、詰めてくる詰めてくる、ははっ、隙間からあっち遠いな。あ、ロケットラムあるじゃん。やばいやばい、これ使うか。なんかあるし、なんかある、なんかある、やばい。 OK、 おお、一回回復するか。やばっ、一回回復しよう。やばーい、危ねえ。オゲ、あ、残り3人、危ねえ、やばいやばい、いや、うまい上からも下からもっていう感じで、めちゃめちゃね、今シーズンの終盤がね、楽しめるんですよ。こんな感じで、今シーズンまだソロキャッシュカップ始まってないけど、まあ、まだ一度もなんかこれまで予選突破したことない人とかはこのマップやることで、まあ、結構ね、突破しやすくなるんじゃないかなと思います。で、ちょっとね、まだね、なんか試してないマップがね、あるんで、それね、ちょっと見ていきますか。めっちゃ踊ってるし、犬もいるしって感じですね。めっちゃ可愛いこの犬。あ、雪、あ、また雪だ。そう、なんか砂漠もね、あるんですよ、あそこみたいに。あと、あそこですね、スラッピーの場所とか。6つかな、6つのマップで楽しめます。なので飽きないんですよね。あははは、あはは、
あの人行こうかな。危なっ。やばすぎ。ロケットラムめっちゃ移動楽や。やばい、すごい入る。建材がやばいな。オッケー。それ譲ろう、ハイグラは。危ない、怖すぎる。惜しい。あのペンギンめっちゃうまいな。ハイラリテイク。こっからバヨーン。おお、健在健在健在。待って待って待って、健在健在。 OK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 、 ちょっと増えた、ちょっと増えた。あ、死んだ人いる。惜しかったので、ここでエモートできるんですよ。で、他にも砂漠のステージとか、スラッピーのステージとかね、なんかいろいろあるんで、よかったら皆さんもね、このブーガーズエンドゲームっていうマップね、試してみてください。これマジでね、終盤の練習になると思います。ということで、今回も最後までご視聴ありがとうございました。この動画が良かったら、高評価とチャンネル登録お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。